埼玉県に住む田島文也さん、26歳。幼い頃からある病と戦い続けてきました。それが、出そうと思っていないのに突然大きな声が出てしまったり、いきなり体が勝手に動いてしまうトゥレット症です。抑えようにも抑えられないみたいな感じ。そして同様の症状に悩む患者の家族は、どなったりする声にちょっとみんながちょっと今自分の意思では抑えられない症状、その困難を抱えた人たちと支える家族を取材しました。イットがトゥレット症患者の田島さんを取材したのは先月14日のことです。今ウーバーイーツの配達の待機中でして、先月からフードデリバリーの配達員として働き始めました。配達するときにはお客さんに対し必ず事前にあるメッセージを送っていました。それが、体の動きや声が出てしまうことがありますが許していただけると幸いです。お客さんを驚かせないための病気の説明です。そもそも田島さんが患っているトゥレット症という病気は、運動チックと音声チックっていうのがあって、僕両方ともあるんですけど、自分の場合は後ろにこう、さっき前言っちゃったように下がるみたいな、がメインっていうか多いです。体が突然動いてしまう症状を運動チック、声や言葉が急に出てしまう症状を音声チックと言います。2つの症状が自分の意思に関係なく1年以上続いた場合診断されるのがトゥレット症です。トゥレット症の原因は未だ解明されていないため、完治させる治療法はありません。田島さんの場合、医師に関係なく後ろに下がってしまう運動チックの症状が、普通に歩いているだけなのに看板にぶつかりそうになります。さらにこんなトラブルも。人と見つかってしまったことは過去にあるの？あ、そうですね、本当もあれなんですけど、あって、こう行った時にバシッと当たっちゃって、もう飲んだよみたいな感じで言われちゃうんですけど、すいませんって言われて、なんとか謝って。田島さんにチックの症状が出るのはおよそ10秒に一度。周りに人がいる時には驚かれることもあります。スーパーで買い物をしていると、突然のことに周りのお客さんの多くは驚いた様子で田島さんの方を振り向きます。買い物など日常生活でも周りに気を使わなければならないのです。すいません。食欲ならそういう人混みは避けたいんですけど、でも、どうしても行かなくちゃいけないし、生活の一部なんで。田島さんにチックの症状が出始めたのは4歳の頃。学生時代はいじめられたこともあったといいます。症状も、やっぱり自分が声とかブーとかって出たりとかすると、おいチックみたいな感じでこう病名を言われていじられるみたいなことは結構ありましたね。
大人になってからも日常生活のさまざまな場面で影響が出ています。お昼ご飯を作っている時にはこれで少し切っといた、熱くなったフライパンに自分の手をぶつけてしまいます。危ないのは分かってるけどみたいな、ちょっとやってしまうみたいな、そういうなんか出ちゃうんで。さらに包丁は自分の体を切ってしまう恐れがあるため使わないようにしているといいます。そして食べる時も、すくったご飯がこぼれてしまい、思うように口に運べません。しかし一番苦労するのが、文字を書くっていう時は辛いですよね。文字を書くことです。去年まで就職活動をしていましたが、履歴書1枚書くのに半日以上かかるといいます。実際に書いてもらうと、手が勝手に動いてしまい、余計な線が入ってしまいます。症状がなんかどんどんどんと始まったりとかして、すごいなんか抑えようにも抑えられないみたいなのがあって、書き終えた履歴書を見ると、いかにこの病気が大変なのか分かります。パソコンはもっと苦労します。キーボードを意味なく勝手に叩いてしまうので、手書きより時間がかかるといいます。そして時間をかけて履歴書を書いても、就職活動ではトゥレット症を理由に、体が勝手に動いてしまうと、やっぱりどうしてもなんか任せられないよねみたいな感じで言われちゃったりするして、悔しい気持ちとかがいろいろ混ざって複雑な気持ちでしたね。10社近くの会社に採用を断られたといいます。今トゥレット症患者に何が必要なのか田島さんに聞くと、知らないとやっぱり人間って怖がるもんじゃないですか。まずは知ってもらうってことが大事かなと思います。そして困難に直面しているのは、トゥレット症に悩む人々を支える家族も同じです。お母さんみたいに頼っちゃってるのかな。僕はトゥレットの当事者で、まあ、音声チェック、運動チェック両方ありまして、神奈川県横浜市で行われたのは当事者同士の交流会。夫がトゥレット症患者で小学生の子供2人と一緒に参加したお母さんは、大きく声が出てしまったりとか怒鳴ったりする声にちょっとみんながちょっと今疲れてしまうね。ちょっとちょっとすみません、責任ですね。いろんなところに頼っていきたいなと。涙ながらに苦悩を語りました。話を聞いていた別の参加者からは、僕は家で出ちゃってるの。悪くないですよね。だって出しつけてるわけじゃないから。時には周囲に認知されていないがゆえに、冷たい視線を浴びたり暴力を受けるケースまであったといいます。そのため交流会に参加していた患者の多くが、町の人に
ある対応を望んでいました。優しい無視をしてほしいなと思います。なんだろう、嫌だか気持ち悪いから無視とかじゃなくて、思いやりを持って無視してほしいですね。それが一番生きやすいです。患者とその家族はトゥレット症への理解ある社会の実現を訴えています。